トヨタカローラトヨタカローラレビントヨタ AE86 トヨタスプリンタートヨタスプリンタートレノトヨタ AE86AE86 AE とは1983年にトヨタ自動車が発売したカローラとスプリンターのスポーツモデルである4代目カローラレビンスプリンタートレノの,の共通車両形式番号設計と生産は関東自動車工業が行った この形式番号のカローラレビンとスプリンタートレノに対し俗に86という故障が付けられている。なお、当項目では同系列の 1.5L の再一 c シングルキャブレター仕様のエンジンを搭載した車種についても便宜上記述する。2009年の第41回東京モーターショーに先立って AE86 を最後にトヨタのラインナップから途絶えていた。 ライトウェイト FR スポーツクーペとして、トヨタ FT-86 というコンセプトカーが発表され、2012年2月に、トヨタ86の名前で市販化された。AE86 のリアコンビネーションランプが流用された、ロータスエスプリ発売当時は、ターボ等による高出力化、あるいは軽自動車、リッターカー程度の小型車では一般的だった。 前輪駆動の普通乗用車への適用による居住性等の向上といった思考が日本車のトレンドであり、機関車種のカローラ、スプリンターのセダンリフトバックは前輪駆動でデビューした一方、レビン、トレノは従来と同じ自然吸気の1.6。L エンジンと後輪駆動の組み合わせ、そして先代の手71型から流用した球体的なフロントストラット。 リアラテラルロッド付きの後、リンクリジットアクスルサスペンションを採用しており、当時のレベルからしても単純な構造であり、同時期に発売されていた国産スポーツカーと比較して、見劣りした。しかし、基本的なサスペンション仕様が先述した、仙台、テ71型と同様だったため、サスペンションの改造が容易であったこと、そして新規開発の4 A、ゲウエンジンは、 チューニング志向の強い層の支持を受け、その後の人気が続く理由になっていった。1987年5月、レビン、トレノが時代の AE92 型へとモデルチェンジを、果たして駆動方式が全輪駆動に変更されたことで、日本車として希少となった軽量後輪駆動車として存在が再認識され、新車による販売当時以上にモータースポーツ関係者やドリフト、 走行愛好者の間で注目されるようになった。またプロレーサーの土屋慶一が当時から現在に至るまで所有し取り上げ続けたことで注目を集めるようになる。土屋はドリフトを極められたのは AE86 のおかげと語っており、その理由にボディ剛性の高さと応答性の良さを挙げている。ドリフトキングの異名は雨の富士フレッシュマンレースで、 100R を AE86 でドリフトしながら走行していた様子から付けられたという。1990年代後半からは重野周一の漫画、頭文字 D の主人公、藤原匠の登場車種であるという理由で漫画に影響された若者の間でトレノのサンドア社が人気となった。それまで新車、中古車問わず人気の中心はレビンであり、 AE86 といえば、レビンのことを指すのが一般的であった。一方のトレノは、新車時の販売台数も中古車としての流通も少なかったため、漫画での紹介以降、旧式のメカニズムを持つ中古車としては、異常なほどのプレミアム価格で取引され、カルト的な人気を博すことになった。FR 車ではあるが、現在の安価な軽自動車や、 コンパクト化の 4WD 車と同様のリジッドアクスル式リアサスペンションのため重量配分がリア寄りであることから他の FR 車と比較して接道に強く長きにわたり人気のため多くの中古車販売店や整備工場でレストア技術が確立されておりその様子がインターネット上に動画で公開されるといったことも人気が続く理由の一つと考えられている 生産終了から30年以上経過した現在も、他の国産スポーツカーと同様に、日本国内のみならず海外でも需要があるため、中古車価格は高騰し続けている。車齢が高いこと、スポーツ走行で使われることが多いため疲弊や、事故などによる損傷した個体が非常に多いこと、上記の人気上に、絶版後も需要が相当数あったことにより、状態の良い個体は軒並み、 数を減らしたこと、車両の性格やその人気と、年式ゆえにワンオーナーの個体が少ないことなどが重なり、極めて状態の良い個体には新車並み、場合によっては500万円といった超プレミアム価格が付けられることもある。また、この車の性格上、他社の類似車種同様に、メーカー側の想定外の事態として、若者の無謀運転による死亡事故が全国各地で、 相次いだそのため、2020年現在でも国産車としては、極めて任意保険料率の高い車種でもある。この中古車人気を受け、北、アメリカ等から、北米塩カローラスポーツを逆輸入して販売する業者も現れた。北米仕様は、当時の北米の放棄で、規格型シールドビームヘッドランプを使用することが、義務付けられていたため、 リトラクタブルヘッドライトを採用したトレノに似たマスクのみであった。北米使用左ハンドル車の注意点はカローラ、スプリンターが実用車であるという性格上、足車として使われていたため走行距離が多い個体が多いこと、エアフロ方式を採用しているのでインテークパイプに加工が必要であること、排気側も EGR があり、日本使用や 欧州仕様のものを無加工流用できないこと、等である。AE86 レビン土屋慶一所有の AE86 トレノそれでも、長年培った、様々なノウハウや社外パーツでのチューニングに加え、後に登場したレビン、トレノに採用された、スーパーチャージャー、4連スロットルボディ、20バルブ 4A、G エンジン等を流用する、純正品でのチューニングメニューも多い。 さらには、他メーカーのエンジン、ロータリーエンジン等を搭載した例もある。なお、当時トヨタと提携関係のあった、英国ロータス社のエスプリには、AE-86 前期型、レビンのリアコンビネーションランプが使用されていた。同年式のレビントレノの 3AL 型1.5リットル、再一 C エンジン搭載車はその形式名から、8号と呼ばれる。 1500cc で 83PS のエンジンであるため、非力でスポーツ走行には向かないとされ、AE86 ほどの人気はないが、サンドア SR だけは、車両価格が安価であること、AE86 より軽量であること、AE86 と共通のスタビライザー付け、リアサスペンションを持つこと等から、改造用のボディとして重宝される。 特にエンジンスワップ車に使われ、ボルトオンターボやボルトオンスーパーチャージャーによって 3AU の軽さを維持したまま強化するものや 4AG を搭載し、85改め86を製作するという改造が主流である。前述の頭文字 D では、主人公の友人が AE86 を購入しようとして誤って AE85 を購入してしまうエピソードが描かれた。 なお、AE85 にもリセライムといった当時流行した女性仕様なるものも存在し、タコメーター非装着、ピンク等明るい色のシート AT 仕様を選びやすくしたグレードもあった。これらのグレードは当時発売されていたトヨタの小型乗用車にも設定されており、仕様もほぼ共通していた。同じ車種のグレード違いであるため、外観上ほとんど変わらず、下記のように、 グレードのステッカーぐらいでしか見分けられない。補修、リペイント等で失われていたり色が変わったりしている場合、外観のみで見分けるのは極めて困難となる。もっとも、形式名に関しては、車検証、ボンネットを開ければ、モノコックに打刻された、車体番号や、コーションプレートといったものに書かれているので簡単に区別がつく。a e と a e では、 排気音にもかなり違いがあるので、これも区別するポイントとなる。一方で、内部は一般に知られる、エンジンの違い以外にもかなり異なっている。実際に AE85 回 AE86 を製作する場合は、前述の理由からエンジン、駆動系、足回りの総移植をし、改造者としての公認を取得しなければならない。 イギリスラリー選手権全日本プロドリフト選手権、ドリフト走行を行うトレの1985年から始まったグループ A 規定の JTC に参戦。2リットル以上の排気量を持つライバルの三菱、スタリオンや日産、スカイラインらを相手に前線し、1985年と1986年にスポーツランドスゴで総合優勝を飾っている。 1986年と1987年の BTCC ではフォードシエラや BMW635 チーラを破りクリス・ホジェッツがドライバーズチャンピオンを獲得している。また ETC でもほぼ唯一の日本車勢として複数のエントラントの人気を集め1983年。 スパフランコルシャ24時間レースのグループウェイデブ1でクラス優勝を果たすなど、海外では特に大きな戦果を上げた。サーキットばかりではなく、ラリーやジムカーナでも人気を集め、現在でも様々な競技で活躍が見られる。国内ラリーについては、扱いやすく丈夫で安価な車体やバリエーションに富んだ、安価なパーツが大量に供給されていた等の理由から、 全日本選手権からローカルイベントまでプライベーターを中心に大量の A86 e がエントリーしていた。そのためシェアは圧倒的であったがトップカテゴリーである全日本ラリー選手権においては一部の有力チームが使用していた1.8リットルターボ車のランサーターボや3.0リットルターボのフェアレディ Z の後陣を排すことも多くタイトル獲得はならなかった。 また1984年と1985年に市販車無改造の二輪駆動車でパリがかるラリーへの挑戦を続けていた横田喜一郎が三代目カリーナの後継者としてレビンを選択。しかし結果はリタイアに終わっている。全日本 GT 選手権の GT300 クラスにもクラフトが改造した AE86 が参戦。エンジンは 3SGTE で GT500 クラス用をデチューンしたものである。足回りは規定上ノーマルのサスペンションを形式名の上では踏襲していたが、原型を止めないほどの改造が施されていた。最高5位で表彰台には手が届かなかったが、折からの頭文字 D 人気もあって大きな注目を集めた。2001年にスポーツランドスゴで行われた引退レースは炎上。 リタイアという形で終わった。ホモロゲーションが切れた現在においても、ジャフ公式戦として、岡山国際サーキットで行われている、チャレンジカップレース等、A86 e を使用したレースが行われている。生産終了から25年以上経過した車両が、公式レースでのベース車として使用されることは、稀なケースである。なお、ベース車は、 車体の構造ウレビンが圧倒的だったが2000年代以降は頭文字 D に人気もありトレのベースの車種も増えつつある D1 グランプリでは車両重量の軽さを生かした走りを見せている多くの D1 選手が使用するシルビア 180SX との大きな馬力差を埋めるためにエンジンのターボ化やノース搭載 AE101 型や AE111 型の エンジン乾燥、SR エンジンに乾燥等様々な AE86 が参戦している。2002年には、上尾和弘の AE86 がシリーズチャンピオンを獲得。2004年には、日比野哲也が2位入賞を果たし、2005年には、吉岡実樹が優勝を果たす。D1 グランプリ2009シリーズでは、日比野哲也が5バルブエンジンには、 珍しい排気量アップ版を AG にノスを搭載したマックス3 7 0馬力のトレノを仮参戦シリーズ5位に入賞した。だが最近では馬力差が大きくなっておりまたノスの搭載がレギュレーションで禁止されたため AE86 で参戦する選手は少なくなっている。しかし AE86 の功績はレースの結果以上に土屋慶一 谷口のブテル、オリド・マナブ、勝田のリヒコ、飯田イーダ・アキラ、ヤリー・コール・マティラ・トバラ、ケングシといった古今東西で多数のドライバーのモータースポーツキャリア初期を支えたり、4人レースを始めるきっかけを作ったところが大きい。特に1984年の富士フレッシュマンレースで、土屋はトレノに乗って6連勝を果たして、シリーズチャンピオンを獲得し、 翌年のグループ A へのステップアップにつながっている。またこの時 AE-86 でスカイラインを追い回すドリフト走方を見せたことで土屋はドリフトキングの称号を得た。アメリカでは前述したようにトレノに似たフロントマスクを持った86しか正規輸入されなかったが頭文字 D の影響で86の人気が再燃した。現地名はカローラスポーツ。 グレードは SR5 と GTS の2種類であった。また、アメリカにおけるパワーアップの上等手段とも言える V8 エンジンの乾燥が行われている車両もある。シボレーコルベットに搭載される LS1 型エンジンやセルシオに搭載される4.0リットル V8 エンジンが主に用いられる。北米使用カローラスポーツ GTS グレード2ドア。 東京都江東区の臨海副都心にある、トヨタ自動車のショールームスペースメガウェブでは2005年10月18日から2006年2月19日まで、ヒストリーガレージにて、レビントレノ展を開催し、頭文字 DCO のレプリカ等が展示していた。また、2007年11月14日から2008年2月17日まで、同じくメガウェブのヒストリーガレージで、 劇中車展が開催されており、カーランドの頭文字 D 仕様のスプリンタートレーノが展示されていた。香港では日本仕様車を基準に記述する。2018年から日曜で発売されているズワエ 211H NRE21 型カローラスポーツとは全くの無関係である。ただし、カローラスプリンターシリーズ全般としては通算5代目。レビン。 トレノでも後の AE92、AE101 には、スーパーチャージャー仕様が設定されている。当時のトヨタは、前輪駆動化に際して慎重な姿勢をとっており、当時カローラと共に、主力車種であったコロナも、同時期に、前輪駆動にモデルチェンジしたが、全世代の後輪駆動車も1987年の T170 型モデルチェンジまで、並行発売されている。 1984年には FF ハッチバックモデルとしてカローラ FX が追加投入されている。実際にはグリルやバンパーの形状が異なり、日本向けとは異性が大きく異なる。欧州仕様等はハンドルの位置に関係なく D ジェトロを採用していた。老朽化、損傷したモノコックの交換を目的として同型車を用意し、 各種パーツを移植すること。単行本三観においては、軽自動車にも劣るとも勝らない超スーパーカメ車等と書かれており、運転した匠も死ぬほど遅いと酷評する描写があるが、後にターボチャージャーを取り付けて、馬力を大幅に向上させている。なお、AE85 イコール遅いというイメージは、 同時期の同クラス車がのきなみ FF に移行したため、FR の本形式は、プロペラシャフトのトルク損失のためにスロットルレスポンスが、相対的に悪く感じられたことによる。トレノに、装備されている、リトラクタブルヘッドライトは、開閉機構を装備している分車重が重くなるため、軽量化が必須のモータースポーツでは不利となる。2 0軽カローラや3 0軽パブリカでは、SR は、 スポーツラリーの意図されている。トヨタ自動車のスポーツモデルに設定されている特別使用者の総称。ありがとうございます。